テラートロン第5回カットスロートの紹介を始めようと思います。鳥型モンスターですね。まずは背中の武器を取りましょう。太ももを出します。鳥の足を背中側に、首を倒します。ロボットモードの頭が出てきます。そして今回は翼を畳むと腕が出てきます。そして今回は武器を持たそう。これ結構ポイントなところなんですが、ロボット用とビースト用で長さが変えられるというちょっと嬉しいギミックですね。持たせましょう。カットスロートでした。